誰がどう見ても、やはり自分だけの賞じゃない、70歳から少しなんか違うことをしなきゃいけないかなとか思ってる時のこうけじめとしてね、この賞はなんか思わぬあの一つの自分の人生の区切りになるような出来事だったんじゃないかなと思うんですねまた、旭日賞受賞を受賞する台湾出身の評論家、金美玲さんは、 日本語や日本文化の普及に貢献したことが評価されました。二つの祖国を持ってると思ってますから、日本と台湾で。この二つの国がこの仲良くできたらいいなってずっと思ってますんで、ずっとずっと。まっとうに生きてきたことが認められたっていうことでしょうかね。